まあ、1年で、まあ、軽く100店舗以上はね一緒に作っていきたいと思いますので、うん、皆さんよろしくお願いします、まあ、はい、林さんの代わりに今度は僕がということで、僕もですね自信を持って全く聞いてないと言い切れないのは、まあ、酔っ払ってる時に何かこう連絡があって、まあ、いいんじゃないとか言った可能性はあるとかね、けど正式に聞いてないことは間違いない。たださっきの前田さんの話を聞いてて、まあ、曲がりでバナナというベースがあって、それと比べて考えてるからね、確かにね商品力はこれだけ有名になってるわけですから。でもね、僕最初食べた時にねちょっと不安だったんですよね。厚切り牛タンっていうのがそんなに食べたことがない人が多いじゃない世の中。仙台だったら当たり前だけど、そうですね、どうしてもその牛タンって薄いね、はい、あれをこう想像する人が多いんですよ、うん、だからこんな厚いやつを食うかなみたいな、まあ高いわけじゃないですか、はい、だからそれで払うから、その辺はやっぱり不安だったんだけど、逆に言うと食べたことがないものを食べて、まあ、YouTuber とかが広めて、まあこれは普及させられるっていう感じに今なってるんだよね。これだけ売れるんだもんね。7000万も売れたんだ。まあ一月 最高ですね、一番上がすごいよね、さすがに、まあ、あの虎のね楽屋トークかな、あれで、まあ、とにかく一番ね出世頭だって岩井社長も言ってたからね、まあ、優秀そうに見えないところが、まあ、それはあのそれはねやっぱり傷です。林さんも何にも林さんも全く迷わず若林さんだって言ってたからね人柄はいいと仕事はどうかみたいな、できないです、うん、でもね、まあとにかく売れるのが大事だから、うん、でまあこの組み合わせはどうかな、いいんじゃないですかね。前田さんがかなり切れますからねとんでもないです。こういう軽い FC っていうのは、まあやりながらこう考えて前に進めていくっていうのが一番だと思うんで、まあこの段階でいろいろ全部決めてやってもねという感じはしますけどね、うん、最初どういうところが入るっていうイメージですか、その加盟するという。そうです、最初はもう曲がりでバナのオーナーでやりたいって言ってる方が何名かもいらっしゃって、ね、でそこを中心に広げていこうかなとは思ってますね。あ、それだったら分かりやすいもんね。そうですね、うん、これでどんどん有名になっていけば店で食うっていうのはあると思うけどね、うん、立ち飲み屋とかでもさ、はい、一つあれば、嫌いですよって人はそんなにいないと思うし、そうです、ね、ヘルシーっちゃヘルシーだしね、うん、まあ、そんな感じで広がっていくのかなと思いますけどね。まあとにかくいいパートナーと組むことなんで、それだね、うん、あとなんか僕に聞きたいこととかありますか。たくさんありすぎてこの場では何の打ち合わせもなくしてるからね、はい、うん、基本的にはでも最初に加わった方がうまくいって、そこからいろいろサプライズが出てくるっていうのが一番フランチャイズとしてはいい形なんだよね。とにかくこうなります、こううまくいきますっていうんじゃなくて、やりながらいろんな面白いことが出てきて、まあいい方に転んでいくっていう、まあ、それがやっぱ軽いフランチャイズのいいとこだと思うんですよ。曲がり向きではあるような気がしますね、まあ、1年で、まあ、軽く100店舗以上はね一緒に作っていきたいと思いますので、うん、皆さんよろしくお願いします、まあ、できるよね1年で100、ね、普通にだから最初に加わったところの10とか20とかがうまくいけば、うん、まだまだこのウィズコロナですから、うんうん、2年後3年後にはやっぱりコロナで生まれた新しいこの曲がり業態っていうことでね、まあ、そういうふうに取り上げられれば、まあ、このフランチャイズ史に残るんじゃないかな。まあゴーストレストランっていうのはもうあるけれども、曲がり業態というのがコロナによって生まれて、まあ、その飲食業界をちょっと変えたと、うん、いうことになればいいと思うし、そうですね、うん、まあ、そっちを目指していきたいと思いますね、はい、じゃあまた詳しく集めていきましょう。はい、はいはい。